はいさあ、タチャです。ナルです。せーの、タチャナル Vlog です。よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はね、北中城のサンスーシーにやってきました。タチャは2回ぐらい行ったことあるけど、ナルちゃん初めてっていうので、めちゃめちゃ美味しいからちょっと期待しててね。もう早速お店に着いてるので行っていきたいと思います。それではせーの、レッツゴー。タチャナル Vlog。イエイ。かわいいよね。美味しそうだね。これメニュー表めっちゃ可愛くない？可愛い。本みたい。なんだ。美味しそうだね。美味しそう。スタチ。美味しそう。玄米ちょっとほうじ茶が届きました。美味しい。熱い。カレーのオーブン美味しそうだね。なんだっけ。いただきます。美味しそう。美味しそう。うまい。うまい。うまそうです。幸せやね。毎日来る。毎日来る。行ったからね。週一。だいぶ減った。髪エプロンしてます。髪エプロン嬉しいね。うん。確かに今日はね、白だから。全身真っ白だから。いい匂いする。どうですか？辛い？あ、舐めてた。めっちゃ辛い。結構辛い。めっちゃ辛い。大丈夫かな？あ、でも美味しい。美味しい。めっちゃスパイシーで、カレーとうどんの相性も最高だね。うん。サンスーシーより美味しいカレーうどん見たことない。これ何それ？胡椒？鰹節。あ、鰹節か。かんとかできそう。確かにこれ胡椒ならやばいよね。やばい。量やばい。何言ってんだって。美味しい。やばい。やばい。早く食べに来た方がいい。動画見ないで食べに来た方がいい。本当さ、これが可愛いよね。これ。うん。持ちやすくてね。ねえ、めっちゃ可愛いね。可愛いね。最高だね。最高です。全然ビートは。うん。この時間は丼が食べれなくて、通常だったら丼もあるので調べて食べに来てください。ごちそうさまでした。カレーうどん食べた後に辛すぎていいか分かんないですけど、なんかアイスが来ました。唇がファイヤーしてます。ファイヤーしてる。めっちゃ痛い。口直します。光やば。めっちゃ汗かいてる。そうだよ。食べてる最中ずっと汗かいてて、ギガ辛は唐辛子3つ分の表記なんですけど10個ぐらいあるんです。危ない。命の危機を感じた。死ぬかな。なんなら最初の口に入れるときにちょっとむせてってなって、あ、俺これ今日終わったと思ってでも生きて帰ってこれました。暑すぎて上脱いだもん。ということでお腹いっぱいだね。美味しかったね。また来る。あ、クロさんあった。はい、ということで三寿司カレーうどん食べてきました。今回は丼がなくてうどんしか頼めなかったんですけど、皆さん丼を食べてみてくださいね。タチャはカレーが辛すぎて今やっと治ってきた。本当だ。めちゃめちゃ辛かったけどめちゃめちゃ美味しかったです。ということで、この動画が良かったと思った方は高評価、そしてコメント、そしてチャンネル登録まで押していただけたら今後の励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またあちゃやー。まぶしい。